MBTI ですとか、うん、ソシオニクスの、うん、もう大元は、うん、はい、ユングですと、はい、ユングは言うんですね、うん、直感は、はい、一番難しいと、うんうんうん、分かりづらい、分かりづらい、うん、つかみづらいと、うん、特にまあその昔みたいなデータとかがあまりない時代は、うんうんうん、勘っていうのが生死に直結したと、うん、はいはいはい、ただ今みたいに、まあ、ユングさんの時代でも、うん、データとか文献とか、はい、ある程度そういうのが揃ってくると、うん、ファッて湧いたものを、はい、どっちとするっていうのがどんどん分かりにくくなってくると。あ、まあ分かります。このふっと思い浮かんだのが、はい、過去のデータをもとに思い浮かんでることがあるじゃないですか。そこなんですよね。 そこですよね、はい、こうひらめいたっていうのは過去の蓄積の上にひらめいてる可能性がある。そうで、はい、それを、うん、まあ後で出てくるんですけど、はい、人間は思いつきを考えだって言うんですよ、はい、俺のものだって、はい、本当にそうかってユングは言うんですね、はい、これがなんかそのユング先生の捉え方は面白いなと思うんですけど、はい、はいはい、まあわかりますよ。それは神の啓示であるみたいなことが若干そんなような匂いがして、うん、これはね、このまあ要はいろんなものに影響されてそれが出てきてるだけじゃないのかって話もありますよね。だから神の啓示、そうですね、うんうん、っていうところでユングさんが何を言っているかで、ユングさんは言うんですよ、無意識は強いとか、はい、うん、無意識は分かってるって言うんですね、うんうんうん、何を言ってるのか分かんないじゃないですか、はい、っていうところで、うん、ちょっと今日この本を読みながらお話ししますねっていうのはこちらですね、ユング心理学概説の1、はい、無意識の現れです、うんうん、著者さんは C.A. マイヤーさん、うん、河合駿さんが監修し、はい、まあ、直接翻訳したところも何個かあるっていう本をお持ちして、うん、MBTI とかソシオニクスで言うじゃないですか、はい、皆さん、はい、俺は思考だぜみたいな、はいはいはい、俺は直感だからさ、はい、でまたコメントで、うん、要はそのこの類型論が迷いやすいのは、うん、そこに名前が付けられるからだ、うんうんうん、っていう動画を上げたじゃないですか。上げたんですね、はい、そうしたところコメントで、うん、涙が出ましたみたいな、うんうんうん、要は私も、うん、その何回やってもその自覚で、うん、あるタイプの自覚で、うん、でそのタイプの、うん、なんて言うんだろう、あの2ちゃんみたいなとこなんですかね。2ちゃんみたいなとこなのか、ツイッターじゃないですか。ツイッターなんですかね、はい、ツイッターなんですかね、はい、そこにあげると、はい、君はそのタイプじゃないみたいなのを言ってくる輩がいると、うん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 、これね、あの多分おそらく INTP なのかなって、 INTJ か、はい、要は INTP って何が大変かって、うん、宇宙を考えないといけないじゃないですか、はい、うん、INTP の人は、はい、宇宙のことを考えるか深海のことを考えるか無意識のことを考えるしかないんですよ、ね、はい、それをしてないと君は INTP じゃないって言われるんですよ、うんうん、これ僕の感想です、はい、っていうのはエニアグラムにもあって、はい、あのタイプ5界隈では、うん、君はタイプ5じゃないっていうのがあるらしいんですよ、はいはいはい、君がタイプ5である、まあどこでもありそうですよね、理由を述べよ、うん、6は答えられなくていいんですようんって言っとけば、うん、6だねって言われるんですよ、ププって、はいはい、3とかも言われそうじゃないですか。3言われそう、うん、7とか、うん、だから僕ね、うん、あ7僕違うって言われたしね、うんうん、3って言うと多分ね違うっていう人が多分出てくると思うんですよ、うん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 、で違うって自分でも思いそうですよね。そうですね、ただ何て言うの、うん、その名前が付けられるから言えないとか、うん、悪いとこだけだったら言えるんだけど、うん、そこにキラキラネームがつくので、うん、宇宙をとか、はい、未来をとか、うん、より分かりづらくさせるんですよね、うん、っていうところで、まずじゃあその意識無意識っていうのをユングさんが何を言ってるのか、はい、もしくは何も言ってないのか、何も言ってないのかっていうのを、はい、ちょっと今日皆さんの前で、はい、この本で何が書いてあるかを、うん、抜粋してですね、はい、紹介するんですけど、これ冒頭で監修の河合駿さんもおっしゃってるのが、うん、この C.A. マイヤーさんっていうのは、はい、
ユングのもう初期からついてる皇帝、はい、うん、皇帝っていうのは高い弟と書いて、要は、うんうんうん、あの弟子の中でもかなり、うん、その古株で、うん、古参で、うん、キングダムで言うと、はい、党ですね、フォルフォルの、はい、分かりますかね、分かってる人に伝 、はいはい、伝わればいいです、はい、なのでとても原理主義に近いと、うん、で河合駿さんが書く本は、うん、界隈で分かりやすいって言われるけど、うんうんうん、その河合駿さんが読んで、うん、とても難しかったと、うん、刺激的だったが、うん、僕もこんなことを書いてみたいものだみたいな、ユングの、あの C.A. マイヤーさんの、あ、はいはいはい、でそれぐらい難しい本なので、うん、若干分かりにくかったらごめんなさいっていう、ちょっとエキスキューズでございます、はい、それは C.A. マイヤーさん、これ C.A. マイヤーさん、いや、ユングが何を言っていたかっていうのを、はいはいはい、うんうん、C.A. マイヤーさんが、が、はい、いや、ユングの皇帝、うんうんうん、あの位の高い、位が高いかどうか分からないけどまあ分かります、皇帝ですよね、ユングの皇帝が、はい、カイザーじゃないですよ、あ、分かりますユングの皇帝が、はい、ユングさんがこんなこと言ってました、うんうん、こんな教えをやってました、うん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 、っていうのをまとめたものを、うん、河合駿さんが日本のユングの第一人者が監修したもの、うんうん、あの質の高いフィルターでユングの教えが解いてあります、はい、うんうんうん、曲解されてないものだと思ってます、わかんないです、わかんないですけど、うん、まあ多少はありそうですけどね、まあユングが書いたものではないです、うんうん、はい、なのででも僕それをまた逆に、うん、そのユングだけじゃないっていうのも信頼性は高いなと思ってるんですね、うん、はい、ユングさんがこうやって言っていたよっていうのを2つフィルターが取ってるので、うんうん、ユングさんが書いてるやつよりも、まあ、ユングさんが確実に正しいかっていうのはそれもある、そこ体調は多分そこに立脚している、はいはい、僕はそこに立脚していない、その、まあ、多分学問的に心理学的には、はい、そうじゃないですか、そうですね、はい、っていうと、あの、まあ、インチキではないけどみたいな、はい、で参考になる部分は多いけど、うん、みたいな、あとユングはよく学問じゃないって言われるらしいです、はいはいはい、なぜなら皆さんの論じられる場に持っていってないと、はい、要は蜂の巣の中に入れてないってユングは表現するんですけど、うんうんうん、ただひたすら臨床はやってたよと、はい、っていう記録も残ってるよ、うん、っていう意味ではこんな玉を持ってね、はい、宇宙が見えますみたいなはい、あの人よりも信頼してもいいのかなって思ったりしてます、うんうんうん、YouTube にあふれる、うん、まあ、僕もそっち側にいつか出ようとは思ってるんですけど、はいはい、というところで、あ、ごきげんよう、あ、さくらさんも INTP に決めつけられたことがあると、うん、逆に INTP っていうことで、うん、君は INTP じゃないって言って苦しんでる人も、あ、INTP じゃないかもしれないんですけどね、はい、君はそのタイプじゃないって言って苦しんでる人もいます、うん、言われて言われて言われて、いや、はいはいはい、自分がこの辞任ですって言って、うんうん、ふって君違うでしょって、うん、こことこことここのこの理由で違うよって、うん、多分ね T が入ってるとそれ言われるんですよ絶対、まあそんなこともないんじゃないですか、僕の感想ですけどねそんなこともないとは思いますけどね、 N と T が入ってると絶対言われると思います、違うよ君はって、違うよ君はが、うん、違うよ君は勢が出てくると思います、それ多分 S と F は出てきませんよ、多分違いますよ、どうぞ、多分言いやすいか言いにくいかですよその人がはい、じゃあ僕いっぺんやってみましょうか、はい、辞任で INTP だと思いますって、あ、だから言いやすい人か言いにくい人か、 INTJ とかで怖そうな人には多分、あ、そうですね、そうだと思いますみたいな、写真でいいんですかねグラさんとかかけた写真でいいんですかね、わかんないですけど、柔道初段とかって書いとけばいいね初段2段とか書いとけばいいですかね、はい、なんかちょっと弱そうな、な、ENTP とかだったら多分言われなさそうな気がするんですよ。わーっと喋る人。はいはい。愛はね、若干舐められそうですよね。愛は若干舐められそうな。はい。だって、さくらさんは INTJ の自覚。うん。で、自覚してるが決めつけたりしませんと。なるほど。うん。まあ、本当のタイプなんてあるのかっていうのもありますしね。僕の中、あ、これ僕の意見。まあ、でも、これ僕の意見。リトヘもまあまあ言いますよね。じゃあ、人のことは否定しませんよ、否定はしないけど疑ってかかるじゃないですか本当にそのタイプかみたいな、それはあの甘神じゃないですか、柴犬ですよ柴犬、はいはい、柴犬、日本犬ですよ、